吉田さん、お疲れ様です。昨日ね、大阪行ってきて小野里さんとかその他様々会いましたよ。ここで名前出していいのかどうか分かりませんけども、でやっぱ吉田さんがいないなって言ってましたね。あのインスタグラムで動画送った人がいるらしいですけども、あんな感じでございます。でやっぱりこう10年ねやってみて、なんか未だに生き残ってるなっていうのは、自分自身に対しても思うんですけども、10年ね、私サラリーマンも10年やってないですからね。果たして10年何かを一緒のことをやってたってことあるだろうかって言ったら、学校も3年とか、小学校でも6年でしょ、大学も4年でしょ、だから人生は短期勝負の連続だなと思いますね。で一言でネットビジネスって言っても、その、3年がかりで何かをやって、3年がかりで何かをやって、テーマが変わって10年ですからね。今自己アフィリエイト未だにやってますけども、自己アフィリエイトセミナーをやってるわけではないですし、それはサポートの一環になりましたしね。ビジネスいろいろ変化と成長の日々かなっていうところでございます。それでね、なんか寝たら全てがリセットされるっていうのは私もね同意で、与沢翼も言ってたんですけども、どんなに書籍を読み込んでも、どんなにビジネス頑張って PDF 作っても、クタクタになってヘトヘトになって頭プスプスいっても、なんか寝たら回復するんで、どうせ寝たら回復するんだったら徹底的にやらなきゃ損みたいなね。それこそパソコンで作業ガーッとしていて、それで死ぬ人はいないんで、ただ疲れたって気がするだけで全然疲れてないですしね。それこそ引っ越し屋のお兄ちゃんに申し訳ないですよね。このデスクワークしてて疲れました疲れましたって言ったらね、そんなことを聞いたことがあって、さすがだなと思いましたね。与沢翼さんの話題も出ました結構、フリーエージェントスタイルのスタッフさんとかいらっしゃって、なかなかドラマチックでした。はい、それじゃあまたこれからもよろしくお願いします。いってらっしゃい。